はい。えー、本日の暗号通貨ニュースなんですけども、改めて暗号通貨におけるギャンブルサイト等への資産移転の禁止についてお話しようと思います。これはね、コイントレードさんもこうやってね、文章で出してくれてるんですけども、そもそもこの国でね、海外のギャンブルサイトにつないじゃダメなんですよ。もちろん、 海外にサーバーがあるから、日本国内のギャンブルではないよっていうふうな言い方をして誘う方いますけども、ダメですからね。いろんなうまいこと言ってね、海外の有名な、なんかね、掛け事の爆地サイトとかに誘導する人とか、そこの、なんかコンサルを売りますよみたいな人がいますけども、私はね、もう、曖昧だった時期はあったんですけども、あの、いわゆるブックメーカーとかね、それからハイアンドローとかね、全部ダメだと思いますよ。 だから、手を出しませんし、やらせません。えー、相談をいただいても、それは違法行為ですよ、と。少なくとも合法ではないってことです。グレーだから OK じゃないんですよ。グレーだからダメなんですよ。そういう時代じゃないです。10年ぐらい前だったらね、インターネットの世界って、グレーをやるしかなかった。そんな時代はありました。でも、法整備がされて、もうね、前例もいっぱい出てきてるんですよ。 そういう風な危ない橋を渡らせるような、私はあ、指導はね、できませんので、結局、グレーっていうのは白じゃないっていう風な考え方に私は立ってます。多くの人は、グレーっていうのは黒じゃないよねっていう感じで手を出すんですよ。ダメですよ。そんなリスクの高いことをやんなくても、真面目にまともにやれば、インターネットを使ってね、利益を生むことなんていくらでもできますよ。こんなギャンブルサイトに行ったところでね、 超反爆地で勝てる才能がないのに、そもそも勝てないでしょ。さらに違法行為なわけですよ。全然いいことないです。はい。じゃあ、改めて、このコイントレードさんからのメッセージ、読まさせてもらいますけども、ギャンブルサイト等への暗号資産の移転制限につきましてね、いつもコイントレードをご利用いただき、誠にありがとうございます。コイントレードでは、オンラインカジノ等のギャンブルサイトへの資産、暗号資産の 送金金や同サイトからの入おお断りりししておりますでしょだからダメなんですよ、ね、どっかのカジノサイトでビットコインでね、こう送ってみたいな、マネーロンダリングにもなりますからね。で、そういったギャンブルサイトとかカジノサイトで増えたお金をこのコイントレードに移してくると、コイントレードさんも迷惑する,するんですよね。で、警視庁からのご案内、これ、それぞれご覧いただきたいと思います。 国内からアクセスした場合においての賭博行為は法律で禁止されておりって書いてあるでしょね。これにかかる暗号資産の入出金依頼が認められた場合、その依頼につきましては取り消しとさせていただきます。だから、100万円分の暗号資産をコイントレードに送ったところで、それ取り消されるわけですよ。ダメですよ。取り消される前に取り出そうとしても、それは今度ね、マネーロンダリングになる可能性がありますよ。本当にね、 用心してくださいね。私はダメだという立ち位置でしか物言いませんけども、えー、でも、この人はいいって言ってたよ。だったら、リスクを貸してやってみてください。ね、私は絶対にやりませんし、やらせませんからね。大体、カジノなんかやる必要あります博打なんてやる必要ありますそんなことよりも、きちんとインターネットを使って集客をして、商品を 欲しがってる人にお届けすれば収入になるじゃないですかまた FX とか株取引だって別にインターネット通じてできるじゃないですかねあれも言ってみればうんぶてんぶの部分ありますよ、ね、でも真っ向ギャンブルする必要はないでしょ、ね、どっかのテニスでどっちが勝つかなとかねギャンブルじゃないですか最初っからそれ以外の考えないじゃないですかね サッカーってどっちが勝つかな何点差で勝つかなギャンブルじゃないですか爆死じゃないですかね絶対ダメじゃないですかこの国に生まれた以上、日本にいる以上、それは生まれてから死ぬまでやっちゃダメなんだな。それはピストルを向けてね、誰か撃つのと同じ行為なんだなと思った方が私はいいと思いますけどもね。以上です。